はい、皆さんこんにちは、ペツでございます。ヤクマンティですね、続きやっていきましょう。では、よいしょ、よいしょ、よいしょ。あら、エレベーターだったな。はい、悪くはない。ヤンシャンテンの手がね、ローチーパーの3色狙っていくべきでしょうね、ここは。ただ一射点になっちゃった、カンオス待ち。どうしよう、こいつは。いや、もう三仕様はないでしょうね。メタンドラドラですね。わあ、ドラさんになった。ハネマン。あ、イペね。あと、ごめんなさい。高めでしたね。やっぱね。
山町。ああ来た。はい、ペピーペですね。パッチ。無事届いてました。ああ、そうか。チャスト切ってたからね、失敗したね。うわ、すそ積もってた。はい、積もった積もりましたね。A が1枚もね、代わりで取らんないね。いいすそ、りゃんおそ、どっちや。竹は竹やね。これはいける。うそ通した。あー、困った。嘘待ちだ。はい、いいっすね、やっぱり。うん、正解。
マリオさんね、初来てるはずだねよね。マンズ染めか。これ以上も綺麗だな、マンズは。あー、やっぱりね。はい、本日はこちら漫画ですね。ああ、いいとこ積もった。あら、そっち。出走がなくなったね。1枚ずつになるから。はい、ペンサーゾーン。あー、振った。パピー。D のみやね。裏乗ると、あれやけど。はい、オーラス。まあ、そんなね、言っちゃ悪いけど、高そうな手ではなかったからね。残念すぎる。トイメンのあの手に対してやったらね、弟さんかな。うわー、ど真ん中へ。これはあかん。違う、イソソンソのシャボテンか。189のね、三色がちらちら見えてたんだけど、ここは。あー、嘘拾うんか。あー、ダメだこりゃ。
ね。まあロッピン現実やけどね、マンズが触れないから。うわーマジか。おーつもりよった。リーズもチートイドラドラ。うわー満貫か、バイマンテか、裏もの跳ねまって逆転されたか。おお逆転された。はい、ティティ君跳ねまん、チートイの跳ねまんで逆転勝ちですね。ということで今回この辺で、お開きにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。